いやだいぶ心配だよ。1293でやる心配さないよ。俺が一番上の心配さやばい。はいどうも佐藤ベートーベンです。今回はですね、なゆさん、みさきさんというですね、雑魚トリオでファズモフォビアをねやっていきたいと思いますけれども、果たしてクリアできるのかどうかはすごい心配。優しめのところにしようね。で見た目全員一緒っていうね。あれこれは私です。あどうもよろしくお願いします。多分見た目一緒なんですよね。だってちょっとロードしてるんでね。あなんか新しくなってる。本当だ、すごい。ここも新しくなってる。本当だ。はい、いつも通りね、ロードは長いですよ。頭でパソコン操作ベロ、動かない。ベロで入れた入れた。あオッケー。あ同じ顔が増えた。今回はゴーストに塩を踏ませる。あ、塩買ってないかも。写真を撮影、写真カメラ買ってないかも。メンバーがゴーストによる、まあ何も買ってない。最低限しかないから。だって見てこのアイテム欄、カツしょぼしょぼ、いつもいっぱいあるじゃんこんな。今回のゴーストの名前はステイシー・マーシュ。あら、一人で頑張るでしょう。レイさん頑張ってくる。なんで？きます。カメラ持ちました。オッケー行こう。カメラ持った。あれこのここじゃないんじゃん、一番最初のステージ。あ、あれ？あ、誰も鍵持ってきてない。もう誰か。おい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 。鍵を持ってきてくれるから。もう流れが悪いよ。それいつも俺たちがいかに支えられてるかがわかるな。いや本当に持ち物もカスだしね。あ、地下があります。あ、地下あるよ。地下はあるよ。あ、そっか。レーテンに、あー、あ、行った。ん、行きました。氷点下。あ、氷点下行った。オッケーナイス。行った。あとカメラも設置して、ドッツプロジェクターも設置しないといけないね。それできるの？やりましょう。よろしくお願いします。アピールしてください。 あ間違えた、ごめんなさい。何の音？あ、ライティング書いてる。書いてる。うん、 EMF は2書いてる。あ、本当だ、書いてるわ。じゃあゴーストライティングも OK。 あとは EMF か。あ、間違えた。ドッツプロジェクターもない。オーブかスピリットボックスもない。あ、これ5の音じゃない？ 5 の音？はい、5の音。お、5の音。 OK、終わり。いや、いけちゃったな。まさかこの3人でこの3人でいけると思ってなかったな。さすがにこういうのはクリアできると、我らに。いや、びっくりした。クリアできると思ってなかった。まあ、いつもね、キヨキワさんとチコの、うん、いや、恩恵受けてるからさ、俺たち。そう、恩恵を受け。帰るか。安心だ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、というわけでバッチ、素晴らしい。よし、またなんか近くで見ると、うん、青木さやかに見えるお互い様です。同じ顔で近づいて、ほらほら、歩いて登場。写真撮影、あ、スマッチスティック買ってねえや。で、ゴーストに塩を踏ませる、了解。エリザベース・ノリス。ちょっと佐藤さん、鍵持って、鍵持ったよ、もう。うわー、雷。前回の反省、ちゃんと生かしてるから。2階かな、2階行ってみる。うん、可能性あるね。私、今どこにいる。よし、こっち、後ろ見て、後ろ。こっち、こっちあ、こっちの、ややあー、そうか、そういえば見た目同じ人2人いるんだった。双子いる。双子いる。あ、ここだ。あ、見つけた。やっと見つけた。どこ。ここです。ここどこ。入ったとこ。入ったとこ。ここ入ったとこです。ここね、この部屋。この部屋です。 OK。 何歳ですか。マイナス。あ、あれ、カメラが使えない。あ、やべ、ごめん。あ、食われたね。しどうしました。
土に帰りました。あ、なるほど。でもあの目隠しされてました。目隠し。まあまあまあ、これはあの元の形に戻ったということで、なんで私の周りに塩撒いて成仏しろってこと。そう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 。ちょっと暗い部屋にいすぎたね。うん、あ、やばいやばいやばい、終わった。来てるよ。あ、来てる来てる。待って待って、来てるよ。来てる来てる。あ、俺死んだ。来てる。悪い悪い、俺死んだ。これはやばい。あー、待って待って、悪い。出口がわからない。あー、怖い怖い。どうすんのこれ。どうすんの。どうすんの。なんか一個証拠を見つける。え、でもさ、14% ですよ、もう。やばいね。よし、じゃあ適当に何がいい。もう運でしょ。運で。じゃあバンシーだと決めます。私はいつものメアだと思います。じゃあ私ジンにします。腕を置いて。私も帰りたかった。第10全然違うじゃん。雷鳴ってたから。雷鳴ってたからか。うん、そういうことね。あ、そういうことか。いや、そう、それ関係あんの。とりあえず今日はここまでで。はい。はい、というわけで皆さん、高評価、チャンネル登録を忘れなく、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。